京本自分のリルム。じゃあ見てみましょう。こちら。これは何をしてる時？これはですね、運転ですよ。おお、車の運転。さっき優香さんが質問にもありましたけども。はい。同じ時期にね、優香ちゃんと教習所に通って。今もう取れて。もう全然取れて。うん。教官とか優しかったの？すごい優しかったです。もうだろうね。厳しかったよね。厳しかったよ。喧嘩しちゃったもん一回。やめちゃったもんそれ。ブーツ履いてたね。あ、ブーツを。お前こんなんで車運転できるかって蹴るわけ。音が来て俺も殴っちゃったんだけど。お前すげえな。10代の時ね。10代の時。え、じゃあ教習所中退？中退。中退。中退。確かにロンドンブーツ履いていった方が悪い。俺が悪いんだけどね。髪もこんなんだったし、ギターを持ってたし、ギターを後ろに。教習所でギターを持って乗るなよ。乗らないよ。ギター後ろに置いて、それがなんか面白くなかった。いや、でも教習所にギター持ってく人もいないですよ。いや、ギターと共にやりたかったの。なるほど。結構乗ってる。乗ってますね。ほぼ毎日ぐらい乗ってます。毎日乗ってんだ。はい。あ、そう。買い物とか大好きです。はい。なんかこう自分でコントロールしてる感じがいいじゃないですか。あ、いいね。人間よりもすごい力を持ってるわけじゃないですか。ね。パーティーにね。それ自分で押さえつけんのよ。ここまで熱くはないな。おお、鍛えてる。鍛えてるね。そうなんです。この間なんかちょっとどっかで見かけて、これを買ってみようかなと思ってやったらすごいですね。コロコロは効くよ。すごい筋肉痛になりました。なった。はい。でも普段からそういうトレーニング系は。腹筋とかはしますね。する。はい。ねえ、腹筋とかすんの？まあしないですね、僕は。全然しないです。腕立て伏せとか何回ぐらいでいいの？腕立て伏せ20回ぐらいですか？ちょっとやってみじゃん。できますよ、20回ぐらい。まだもう。女の人ってさ、1回もできない人多いもんね。私、腕立ては1回もできない。できないの？はい。僕だって空手黒帯持ってますからね。すごいな。え、なに？初段持ち。大丈夫ですよ。1 2 2えなり3えなり4えなり5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。はい、どうも。普段からそういう体のケアっていうかなっていうか、なんとなくですけど、うん、一応やってもこれ続いての写真見ましょう。これはネギ切ってて涙してました。うわ、あ、納豆も、納豆嫌いですか？もしかして大好き。本当ですか？関西ですよね。うん、うん、関係あるが。お前そういう言い方ねえだろ。そう、ベッカにね、関西関係あるか。ネギを切ってました。納豆のために。納豆のために。美味しいよね。うん。あ、ネギ切ってるところね。ネギ切ってますね。あ、やっぱり納豆にはこの白いネギですね。正解。だって辛みがないと、うん、だからそうやな、ね、万能ネギとかじゃダメですよね。そうそうそう。青いね。関西はあんまりあの白いネギ使わなくない。あ、そうなんね。え、でも関西でも納豆食える？食べれる。あ、絶対これです。やってみる。はい、美味しいです。すごい、はい、絶対白いの。万能ネギって逆にね、はい、何に入れても別にってだ。万能ネギ。バカにしないで。しゃぶしゃぶとかは美味しくないですか？しゃぶしゃぶとかこれ美味しい。万能ネギ白い方がうまいわ。タイのお刺身とか食べるときにはな、俺はおろしポン酢で万能ネギ入れてこう絡めながら食べるの。わざなんていうこと。それは万能ネギ。確かに。頼むからさ、日曜日のいい時間帯でネギの話はやめろ。そんなことで盛り上がるわ。そうですね。ついてこれ何？これはキャビアを。キャビア。友達家でもらって。またこれ企んだ顔してるよ。だってこん
キャビア食べたことないですもん、うん、納豆にかけるんですか？かけねえよ。納豆の話って思ってます。美味しいかもしれない。続いての写真。あら可愛いね。うちのワンちゃんです。可愛い、いい子ですか？すごいいい子ですよ。またこれは親バカやね、飼い主はみんなね。うちの子が一番と思ってるから、みんな本当にすごくおとなしくていい子なんですよ。飼ってます？僕飼ってないんですけど。飼わなそうですね。子供と一緒なんですよ。そう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 、ちょ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 、気に気になって飼わなそうですけど。飼わなそうね、気になりますね。どういうこと？どういうこと？なんかほら、あんまり他人に愛情を注がない。ひどいなぁ。だからお前が犬を飼ったとしたら、ただいまキャンキャンキャン。いねえよ。ご飯ご飯。キャンキャンキャン。いや俺は猫とかの方が合ってる。あ、僕猫好きです ね、うん、ね。ただ動物飼うと先に死なれるのが嫌なんです。あ、うん、すごい心温まる人でしたね。もう絶対死なれたくないから。だったら鶴とか亀飼えばいい。チェンデルとかマンネル行っちゃうんだから。